いや、夏休みももう少しで終わりか。しかし今年も燃えるような暑さだ。燃えてんじゃん。ところでさ、尻尾どうしたの？お久しぶりです。キュアチンです。お元気でしたか？なぜ東方怪獣コレクションの動画がここまで滞ってしまったか。それはノートに記しましたので、ぜひ読んでください。嘘です。はい、ということで本当に申し訳ございません。まあ、ということで、美容ゴジに尻尾を与えるためにも、今回は東方怪獣コレクションスペシャルということで、一気に開封していきたいと思います。溜まってるね。で、改めてこの東方怪獣コレクションっていうのは、どういうシリーズかと言いますと、全100号で迷子フィギュアのパーツが付いてまして、総勢60体以上の東方怪獣が集まるというシリーズでございます。ゴジラ怪獣じゃなくて東方怪獣っていうのが熱い。で、最大のポイントはこちら。700分の1、統一スケールということで、実際の設定に合わせたスケールになってるんですね。だからこんな感じで、ちょっと初ゴジド外眼の差が激しかったりとか、劇中で見たサイズ感とはちょっと違うっていうのが面白ポイントなんですね。では早速行きましょうか。まずは19号、海底軍艦、ゴーテン号と対決した、ムー帝国の守護神。マンダ。来た まさかの初代マンダ。そして、ビオゴジ完成と。で、迷子こんな感じで本がついてまして、開けると、お、来たよ、マンダ。と、ゴーテン号ですね。マジで氷結する5秒前。で、こっち側にも、お、これは、いや、すごいんだけど、なんかマンダの遺影に見えてきた。で、映画のこと。まあ、今回は海底軍艦についていろいろ記されてると。海底軍艦見たことない人も結構多いんじゃないかな。お、すごいこれ。海底軍艦妖精コラス宇宙大怪獣ドゴラ。この本すごい気になる。で、今後のパーツ。マンダは置いといて。まずはビオゴジの尻尾。モスラ、今までありがとう。新しい尻尾よ。よいしょ。ゴジラ。19。89。はい、こちらは1989年公開の映画、ゴジラ対ビオランテに登場したゴジラで、通称ビオゴジ。ここから続く VS シリーズのゴジラの造形の基盤となっているこのゴジラは、非常に完成度が高く、ファンも多いゴジラであります。はい、こちら高さは12センチほど、幅は7センチほど、奥行きは18センチほどになります。もちろん素材は PVC で、結構軽いです。初代84バーニングゴジラと比較するとこんな感じ。84とは同じ80メートルなので、ほぼ同じサイズになっています。いや、しかし、美しいシルエットだ。やっぱ尻尾が入るとちゃうわ。このビオゴジね、目がすごくいい。白目がなくて、この獰猛な、野生的な、動物的な、表情がよく再現されています。特にこっちの影で隠れる感じの瞳、最高。すごいかっこよくない？汚しの入り方もくどくなくてすごくいいね。ただちょっと牙がすき気味になっている印象を受けるかな？でも逆を言うとあれですよね。こうムビモンみたいに大きな型があって、そこを削っているような造形じゃなくて、牙が一本一本しっかりと作られている証拠でもあるんですよね。よく見ると歯も二層になってるでしょ？上側見ても歯が二層にね。まあ、なってるっちゃなってるですよね。完璧じゃないけど。ただこのサイズで手作りだから、ちょっと限界があったのかもしれないですね。いや、でも改めて84ゴジラから変わりすぎですよね。これが三原山ダイエットか。で、ボディは真ん中にこう線がしっかり入っていて、汚しもあって、すごいいい感じですね。そしてこの腕のポジショニングもいいね。この脇をギュッと締めた薩摩健八郎さんポージング、素晴らしいです。ただね、腕がちょっと外れやすいです。左右ともに。東方怪獣コレクションはちょっと外れやすいんだよね。なので気になる人はもう接着剤つけてやった方がいいかも。でもやっぱこの頭部からボディ、背びれ、このシルエットバランスが美しいようなビオゴジ。こう三角形になってるような、こう滑らかな曲線。そしてこのドデーンとムッチリした足。平成ゴジラの足ですわ。で、足はね、分割線とかもないので、少しの違和感もないですね。この辺素晴らしい。で、84と比較すると造形は似てるけど、使い回しじゃなくて新たに作られたのがわかります。あと爪の色が違うね。で、ビオゴジといえば、さっきね、シルエットが美しいって言ったけど、この尻尾を含めたビオゴジラインですよね。これが美しいんですよ。シュンとしたこれね。84と比較すると、背びれの山が高い位置にあるでしょ？この背びれの配列1によって、シルエットがめちゃくちゃ美しく見えるんじゃないかなと思います。で、背びれの表面はこうしっかりと凹凸があって造形されてるし、この彩色もね、そんなにのぺのぺっていう感じじゃないし、悪くないね。背びれ結構いいと思うね。分割線も気になんないしね。で、この尻尾のうねりは本当に素晴らしい。躍動感ある。後ろのこの辺もすっごいかっこいいんだよな。わかる？なんかこのかっこよさわかる？なんかもう、哀愁漂ってんだよ。しっかりとこう、節が作られていて、
うん、背びれの彩色も怠ってないと。いいね。はい、ということで、ビオゴチさん、なかなかいい出来だったと思います。特にこのシルエットが素晴らしい。ちょっと気になるのは牙ぐらいかな。はい、というわけで、ビオゴチが入ってこんな感じになりました。いや、こうやって見るとやっぱデストロイヤーがでかいね。ビオゴチのままだったらきつかったね。やっぱ未来人が来てよかったのかもしんない。いや、でも結局バーニングゴジラになって死んじゃったから、何が正解かわかんねえな。では、こちら、マンダを完成させるべく、25を開封していきましょう。ここね、マンダさんは同じなんだけど、こちら。今後からモシュラがついてきますね。で、中身はどうなってるんでしょう。お、また、え、あ、なるほど。 5.5 一色。おー、素晴らしい。世界の平和、それとも帝国海軍の最高か。 5.5 今こそ出撃の時。海底軍艦内容ほとんど忘れちゃってるから、ニューナーさんだかんな。あ、ファイナルウォーズの時の 5.5 情報が載ってる。こっちの方が馴染みある方多いかもしれないね。で、中身はこんな感じ。ヘッドマグネットかな。で、さっきの19号と合わせると、マンダ完成と。組み立て式なの僕好きなんですよ。これ、シェンロンやん。なんかあったよね、こういう回。粉々になったシェンロンのパーツをくっつけるみたいな。まあ、組み立てを、スッと。あ、でも簡単だね。週刊マンダを作るめっちゃ簡単やわ。で、顔はね、下顎と上顎が分かれてる。あ、いや、ビオランテの触手みたい。で、こっちに、Z!そうすると、マンダ、1963。はい、こちらは1963年公開の映画、海底軍艦に登場したマンダで、12000年前に太平洋に沈んだ国、ムー帝国の守護神です。後に公開されたゴジラ映画、怪獣送信劇に登場したマンダとは別個体になります。はい、こちら高さは 4.5 センチほど、で、幅は 3.5 センチほど、そして奥行きは 21.5 センチぐらいなんですけど、マンダの全長150メートルの700分の1が 21.4285714cm なので、ほぼ正しいです。素晴らしいね。いやー、しかし長いね。初代ゴジラと比較しても、この長さ。体格差って言っていいのかな。でもこれ初代ゴジラも巻きつかれたらかなりきついよね。さっきのビオゴジと比較しても結構でかい。今年は辰年ということで、同じ竜の初代キングギドラと。ちなみに同じ竜なんだけど、マンダさんの方が先輩なんだよ。まあ、体格的には断然キングギドラだけど、高さ的にはね、マンダの方がありますから。150メートルと100メートル。ただ、初代モスラ幼虫の方が長いんですね。初代モスラ幼虫は180メートルで、マンダより30メートル長いんですね。で、しっかりと30メートル分長いっぽいもんね。このあたり忠実なところが素晴らしい。で、まず顔面なんだけど、やっぱこの瞳だよね。これなんだろう。VS ギドラっぽいよね。猫みというか、シュンと入った瞳。それが特徴なんだけど、で、前から見た時の、このちょっとね、ブチャイクな感じっていうのかな。ここがね、なんか再現度高いような気がするんだよね。本当に、海底軍艦のマンダっていう。いいよ。で、フィギュアも結構大きいから、歯もしっかり作られてますよね。ベロとか。で、このあたりの彩色具合もすごい凝ってある。で、マンダといえば、この特撮大百科のマンダを持ってて、で、このフィギュアね、見てわかる通り、躍動感もあって、めちゃくちゃクオリティ高いんですよ。かっこいいんだよね。ただね、逆を言うと、かっこよすぎるんだよね。海底軍艦に登場したマンダはってなったら、こっちな気がすんだよね。このなんかね、ピローンって伸びた感じ。まあ、どっちにも違った要素はあるんだけど、なんかね、この感じがね、すごい海底軍艦のマンダなんだよね。劇中を思い出す。なんかサンプル画とかでは、なんかこれちょっとチープなんじゃないかなっていう不安はあったんだけど、届いてみてそんなことないんだよね。ボリュームもあるし、全然チープじゃないの。この鱗もめちゃくちゃ細かいしね。指と比べてもこのサイズですから。でも、一個一個しっかり作り込まれています。これすごいね。爪なんてこの細かさですからね。なのでこれ実際に手に取ってみると、サンプル画よりもめちゃくちゃクオリティ高いっていうのが率直な感想。このお腹の部分も彩色だけじゃなくて、こう段になってね、しっかりと作り込まれてるのがわかります。すごい。尻尾までしっかり作られてると。はい、ということでマンダ。僕はね、かなり気に入りました。実にマンダしてたなと。いう感じ。で、ちなみにマンダは、ホイト。三つのマンダが揃いました。ファイナルウォーズとシンギラポイント。あと一体、送信劇の、あの坊主のマンダですね。特徴があんまないマンダ。あのマンダが欲しい。そしてマンダといえばやっぱり、ずずずずずずずっと。海底軍艦こと 5.5 じゃないですか。まあ、これも特撮大百科で、これムー帝国もついてんだけど、まあ、この子ま、シュッと取り外して、さっきのマンダと合体させると、こんな感じにできるんだけど、これすごいでしょ?巻きつくと。なんだけど、やっぱこのマンダに合った 5.5 欲しいんですよ。ってことで、東方マニアックスの 5.5 を開封してなかったので、もう今しかねえってことでね、開封します。もうこの時は待ってたんだよ。
5.5。ちょっと待って。あ、これね。来た。海底軍艦。ちょっと待って、これめっちゃいいぞ。多分。テープが、まるでマンダのように、ぐるぐる巻きに、ズンと。来た。ちょっと待って。これいいよ。このサイズ感。めっちゃいい感じやん。実は 5.5 の全長って150メートルで、マンダと同じなんですよね。でも映画を見ると、マンダの方がちょっと長いようなイメージだったから、これ、ちょうどいい。大日本帝国海軍が設計した戦艦。VS、ムー帝国の、守護神。でもね、この海底軍艦のマンダの対決は、ほんと一瞬で終わってしまうというか、マンダが結構、おっちょこちょいっていうかさ、今までどうやって守護してたんだっていうね。いやでもあれは、海底軍艦 5.5 が強すぎんのかな。なんかこんな感じで飾ってやるのが良さそう。あ、素晴らしい。まさかマンダコーナーができるとは思いませんでした。いや、いいですね。こうシリーズを超えてコラボができるのが。ではでは、モシュラを完成させるべく、21号と22号を一気に開封します。地球の先住民族が崇める、極彩色の守り神、モスラ。後ろにバトラさんいます。ということで、21、22はモスラしか入ってないんですよね。こんな感じで。なので一気に開封しますと。じゃあちょっと21の本、すん、あ、このシーンですか。国会議事堂で浮かするモスラと。まあね、ゴジラは国会議事堂を破壊しましたけど、モスラは包み込むというね。うん。まあ、ある種、こう、守護ですよ。だから僕は日本を守護するというメッセージが込められてると勝手に思ってます。こういうちょっと対比が面白いんですよ、ゴジラ映画って。はぁ、いいですね。まあ、ちょっと破壊してるんですよね。ゴジラ対モスラは僕が初めて映画館で見たゴジラ映画。あ、バガン。モスラ対バガンね。はいはい、それも触れられてますね。これ、読み応えがありそう。うん。てか、バガン東方怪獣コレクションに来てほしいんだけどね。まあ、無理か。そして22号。こっちはバトラーいそうやね、なんとなく。はい、来ました。横浜、みなとみらいでの、このワンシーン。静けさが伝わってきますね、なんかね。怪獣の鳴き声だけ響き渡ってそう。あー、これ。思い出すなー。ゲームを思い出す。スーファミ。やった人ならわかるはず。離婚した夫婦の話でもありますからね。その辺も懐かしいわ。最終的に、ね、料理が戻るからね。はい、中身はこんな感じで、21、22と。あ、台座がついてんのか、これ。台座ついてる。ちょっと待って、これちょっとおかしいかも。右の羽ねえ。はい。これ23号にもモスラのパーツついてたわ。やりますね。ということで23も開封します。キングコングと繰り広げるは世紀の怪獣大決闘ということで、ドン！キンゴジ！いいですね。ここに来てキンゴジが来ました。ただここにモスラのパーツと。じゃあ23の中身。あ、キンゴジ。これ、画面いっぱい。ゾーン。このレスラー体型よ。お、ちょっと待って。キングコング映ってる。ね、版権の問題とかでさ、フィギュア化はもう、絶望的って言われてんじゃん、日本では。映るだけでもすごいんじゃないこれ。あ、そうか。映像の権利とかは東方が持ってるか。突っ込んでる、これ。何このシーン。仲睦まじいぞ。世界平和ですね、これね。あ、でもほんと60年前に対決したこの2体が、今やね、共闘しているという。感慨深いですわね、本当にね。いや、でもこの映画、あ、てか、キングコング対ゴジラ、映画館でやってたの見ました。やっぱ改めてね、ちょっと怖いなって思ったね、あの映画。うん、で、キングコングの顔と声が怖いのよ。で、中身こちら。よいしょ。羽根。で、キンゴジ。あ、いいね、これ。ボディに分割点ない。はい、ではね、右羽も揃ったので、バラバラになったモスラを組み立てていきます。まず、この足。まあ、これね、一応裏側に、1,2,3,4,5,6 と番号が振られています。で、これをニッパーで切り落とすと、切るとこ間違えたらここですね。はい。よいしょ。はい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 。切り落としたら、なんかむごいな。このボディの裏側。ここにつけてきた。ここが1かな。よいしょ。あ、すっぽりはまる。若干ハスコラ注意。で、こうなったら、これ右の羽なんだけど、この2つの羽をくっつけます。で、この大きい羽の裏側にね、こんな感じで穴があるので、ここにこれを、こうかな。ガシャンと。はめ込むと。ちょっとここね、すぐ取れるので、接着剤につけます。まさにモスラを作るだ。よし。うわ。これやばい。やりすぎたが。よし。よし。で、くっつけられたら、ここに入れると。ほ、よし。おー、いいですね。気持ちいい感じに入りました。で、反対側もグッと。そしたら、こちらの頭部パーツ。まあ、これが本当にガチヘッドマグネットですね。やっぱ手足と、羽が半分こうね、ついてた方がいいね。さすがにこれだと本当に地味だわ。まあ、これでも面白いと思うけど。てか、スケール感同じですね。ね、これ700分の1やったんや。まあ、とりあえずこの頭部をガシャンと
はい、本体は完成なんだけど、このままだとこんな感じで安定性に欠けます。自立しませんということで、台座を作っていきます。これもニッパーだね。こんな感じにしまして、これ多分あれでしょ、これが支柱でこう組み合わせるんだけど、これをここに入れんだ。説明書見てないけど分かるわ。こんな感じにする。で、こっち側で蓋をしてあげると、で、こうかな。はい、よし。そしたらモスラのここの穴にぶっ刺すと、よいしょ。モスラ1992。はい、こちらは1992年に公開された映画ゴジラ対モスラに登場したモスラの成虫で、インファント島の守護神です。太古から因縁がある黒いモスラことバトラに狙われますが、最終的に和解し、力を合わせてゴジラと戦います。はい、こちら高さは13センチほど、幅が23センチほど、奥行きは16センチほどになります。はい、ということで平成モスラなんだけど、ボリュームがすごい。だからヘッドマグネットも全体だったらこうなってたってことだね。驚愕の事実。ただモンスターズと比較するとちっちゃいかな。まあ、これぐらいの差があると。てかこのモスラ、ナイトカラーだから今めっちゃ暗いね。こちらムビモンと同じぐらいですね。てか、全くほぼ一緒じゃないこれ。ほぼ一緒。ほらね、ちょっとこっちが大きいぐらいか。このムビモンのバトラと相性いいかもね。こっちの方がより細かく作られてるから、飾るときは、こうやって飾ってもいいかも。で、顔面見ていくと、このね、モフモフ具合。僕はタオルモスラって言ってんだけど、そこがね、すごくよく再現されてますね。ふわっ、ふわしております。うん。この触覚のこの、ファサッとなった羽の造形もすごい。ただこれヘッドマグネットと比べてもわかるんだけど、ちょっと目が大きい印象かな。モンスターズと比較しても顔のサイズはちっちゃいけど、目のサイズは同じぐらいだもんね。劇中よりもちょっと大きい気がする。だからあれですね、二重まぶたのモスラです。ただ副眼はこうしっかり型取りされていて、こういうところ面白いね。なんか筆の裏側を使ってスタンプ的な感じで造形されたらしいです。そして羽、いいですね。このキングギドラっぽい模様とゴジラの瞳っぽい模様、そしてここの斑点、これがしっかりあるんですよ。他ね、ムビモンには色が入ってなくて、モンスターズでも省略されてるんですよね。このあたり、いい。で、ここの表面はツルツルはしてるんだけど、このあたりはしっかり立体的に、ね、モフモフで造形されてます。素晴らしい。こういう縁もしっかりとモフモフ造形されています。で、体表のここもしっかりモフモフ、モフらしてます。そして裏側。あ、いいですよね。彩色はしょられてないね。このボディからの、足と、足も一個一個丁寧に作られていると。一個一個しっかりと向きや造形が違いますと。ただね、これ若干取れやすいので、ここもね、接着剤で付けた方が良さそうですね。はい、ということで、モスラ成虫だったんだけど、まぁ、ちょっとね、目が大きい感じはあったけど、違和感はないし、なんといってもね、この、台座がついてるのがいいね。では、いろんな怪獣と比較しましょう。ビオゴジ。まぁ、80メートルクラスやったらやっぱこんな感じなのか。モスラデカっていう感じ。こうしても普通にでかいもんね。ということで、バーニンゴジラと比較。まあ、これがゴジラ対モスラのゴジラのサイズ比ですから。え、でもそれでもモスラでかいわ。あ、でも、こんな感じだったね。うん。これぐらいだったわ。てか、モスラこの辺まで台座あったらよかったね。まあ、ただ安定性に欠けるか。デストロイヤーと比較しても結構ボリュームがあります。ちなみにこれで平成敵怪獣2体目ですね。まあ、モスラが敵怪獣っていうのはちょっと違和感あるけど。そして初代モスラ幼虫。やっぱでかいわ、この子。自分の子じゃない感が半端ないね。ちなみに昭和は幼虫でしょ ?VS が成虫でしょ。モスラもう2体出たからね。予想としては、ミレニアムというよりかは、モスラシリーズのモスラ来るんじゃないかなって。アクアとか、レインボーとか。ちょっとちっちゃいからね。ということで、モスラ成虫が加わって、こんな感じになりました。いや、やっぱモスラが加わると、一気に華やかになったね。なんか男臭い茶色いお弁当にフルーツが加わったみたいな。では、ズン。こちらの金ゴジを完成させるべく、24号を開封していきましょう。これね、金ゴジと、ここ、クモンガです。やばい!ここに来て、楽しみすぎる。これ箱面白いのがさ、ここ見て、気を加えたゴジラ。キングコングの仕業ですね。で、中身は、あ!キングコングじゃないか!マジで、怖っ。ほんまにこの顔怖いよな。やばいってこれ。てかこれなんかあれだね。宣伝用スチールっぽいね。だからってなんか北極か南極っぽいところで電車掴んでるし。でもこんな感じで飾れるのがいいね。あ、タコ社長だ。タコ社長。ね。パシフィック製薬の薬を飲んでるからね。辛よ。辛さ。どれがいいっていうあの名言ですね。お、茨城さんの造形ポイントがなってると。これ面白いですよ。で、中身はこんな感じ。いるぞ。これが早く見たいけど。尻尾。そして23号も用意して。おー。来たー。まず背びれを。やっぱこれちょっと、あ、いけるか。ただやっぱちょっと緩いね。あー。ゴジラ、1992。
62。はい、こちらは1962年公開の映画、キングコング対ゴジラに登場したゴジラで、通称キンゴジ。核の象徴であり、恐怖の象徴だったゴジラから、戦うゴジラへと正式に路線変更した第一作目のゴジラと言えるでしょう。しかし、この映画でのゴジラはまだ人類の敵役となっています。はい、こちら高さは 7.5 センチほど、幅は 5.5 センチほど、奥行きは 10.5 センチほどになります。いろんなキンゴジと比較すると、昔の HG より若干大きいかな。毛圧よりだいぶちっちゃい。そして同じ東方怪獣コレクションの初代ゴジラと比較すると、若干大きいんだよね。同じ50メートルなんだけど、まあ、これぐらいの誤差っていうのか微差っていうのかはあります。でもこのキンゴジ、第一印象でめちゃくちゃいい。やばいね。大きく裂けた口、爬虫類顔なんだよね。ただ、前から見ると、全然違うんですよね。これぞフロックフェイスということで、ほんとね、騙し絵みたいな顔してるの。前からと横から違うとこ何度も言ってんだけどね。ただ上から見ると、いたって普通の昭和ゴジラっていうね。ほんとこのゴジラの顔って面白い。百面相ですわ。ほんとゴジラ界でもね、独特なね、オーラを放ってて、なんか個性派俳優ポジゴジラやと思ってる。このゴジラ、この体表モールドとか、彩色のバランスがすっごくいいんだけど、めっちゃクオリティ高かった HG と比べても、全然モールドの深さが違うでしょ。ほんと大怪獣シリーズとか30センチシリーズを見てるかのような、そんな錯覚に陥る。そして爪、あ、そうそう。このゴジラね、一番外側の爪がちょっと外に向いてんだよね。この辺も再現されてる。ほら、内側から見たらこんな感じで。素晴らしいですね。手のひらにも色入ってるね。このグッと構えた、このポージングがいかにもキンゴジっていう感じでいいよね。ほんと戦う姿勢になってるわけなんですよね。そして胸のリアルな造形っていうか、やっぱガタイもいいよね。ただ、さらにいいのがこの下半身。でかいんですよ。同じ50メートルのゴジラでも、初代ゴジラから比べると、1.5 倍ぐらい大きくなってるよね。ビルドアップしてます。やっぱアメリカのスター怪獣と戦うわけですから、これぐらいの体格じゃないと見劣りするっていう意図だったんじゃないかなと思います。で、ここ。ここがね、へっこんでんだよね。右側はへっこんでないんですよ。左太ももの裏側だけへっこんでると。ここも再現されてる。いや、この佇まいが、本当にいい。この姿勢だよね。ややこう前傾姿勢になってるというか、この姿勢がすごくいい。で、この尻尾のうねり方も躍動感があって素晴らしいね。初代ゴジラと本当対照的な背中をしています。この背びれの色合いがすごくいいですね。好きですね。あ、で、ここにある縦のへこみ。ここもね、茨城さんのレポートに書いてあったんですけど、しっかり再現したとのことです。いや、この背中、後ろ姿がほんまにいい。この尻尾のうねり方がすごく好き。はい、ということで、キンゴジだったんだけど、あのね、今までの東方怪獣コレクションの中で、一番好きかもしれないね。まあ、これ2号分になるのかな、まあ、5400円かかるのか。まあ、プラスでモスラ、星柱とクモンガの一部。まあ、これ単体で考えると正直めっちゃ高いと思うけど、まあ、めちゃくちゃいい出来やなと思いました。ちなみに、キンゴジは結構持ってて、これで6体目になりますね。でっかい装備持ってないんだよね。でね、キンゴジって昔は結構商品化多かったイメージなんだけど、最近ないよね。ゴジラ対コングがあったのに、新規造形で出てもいいと思うのにね、全然ないという。でもね、やっぱりさ、ズンとね、このすっごい声顔の、進撃の巨人出てきそうな、このコングね。この子のね、HG サイズないし、モンスターアーツサイズのフィギュア出てほしいんだよね。ただこう、版権の問題とかで絶望的って言われてるんですよね。でもさ、昔に戦って、今となっては共闘もしてるわけやん。まあ、別個体やけど。だからさ、ここはさ、お願いしますよ。怪獣界を盛り上げるために、商品化しましょうよ。いやでもわかんない。東方怪獣コレクションの100号で。キングコング来るかもしれない。この思いを届け。まあ、そして、これで東方怪獣コレクションのゴジラが6体目になりました。こうやって見るとね、初代ゴジラとの差も本当にビサっていうのがわかるでしょ？ほぼ同じ。こうやって見るとまだミレニアムシリーズのゴジラ出てないね。ではでは、ズン。この子を完成させるべく、25と26号、一気に行きます。クモンガの谷に眠る、凶悪な巨大雲。クモンガ。ここにミニラがいます。そして、お父さんもいます。かあ。この構図すごくいいね。こっちミニラで、こっちゴジラっていうね。で、さらに、1955。逆ゴジさんがついてきます。はい。あ、来たよ。あ、このスチールか。クモンガ、ゴジラ、ミニラ、あ、カマキラスもいますね。てか、クモンガってカマキラス普通にやっつけますからね。ゴジラとタイマン張れる怪獣だからね。普通に強いんだよね。こっちは、あ、なるほど。
親子水入らずでクモンガの姿なしと。もう、アルバムやん。親子のアルバムやん。このシーンのジオラマフィギュアとか欲しいなぁ。てか、冷凍ゾンデ、ゴジバと思い出すな。てかね、ゴジラの息子ね、僕結構好きなんだよね。ミニラがダダをこねるシーンとかさ。うん。絶対見てみんな。そして、ここの元気レボードね。ヤクモンガを手に入れられる時が来ると。で、中身はこんな感じ。25号はもう全部足ですね。で、26号見てこれ。ほぼゴジラ。ちょっと、これ、ちょっと開けちゃったんだけどさ、クモンがさ、触覚だけっていうね。これはちょっとなんか、ね、怒る人いそうやね。はい、こんな感じで出したら、さっきのズンと、このボディの、この裏側の、ここに足つけていくのかな？で、足の付け根にこう B とか番号が振ってあるんだよね。で、ここに入れていくと、番号とか説明書に全部載ってます。一応接着剤つけた方がいいかもしんないね。ちょっとつけるわ、全部。ぐっと。じゃあ残りも、こう、つけていきますか。よし。よいしょ。ほ、よし。ぐ、よいしょ。はい、つけれた。うわ、気持ち悪い。で、そしたら、ぐん、触手をニッパーで切る。まずはこの R から、右から。ここだよね。よし、これにも接着剤つけて、ここだね。えい、よし。で、L を、つける。そして最後にこの黒い支柱をここにぶっ刺す。よし、こうか。そうすると、クモンガ1967。はい、こちら1967年公開の映画、怪獣島の決戦、ゴジラの息子に登場したクモンガで、ゾルゲル島のクモンガの谷に潜んでいる巨大なクモ。しかし侮るなかれ、ゴジラとタイマンを張るほど強いです。はい、こちら高さは5センチほど、幅が 21.5 センチほど、そして奥行きが14センチほどになります。ちっちゃく見えますが、結構でかいです。はい、というわけでクモンガなんだけど、これ、もうなんか、クモやん。家の隅とかに置いたらさ、ガチグモよ。ガチグモ。ほら。てかね、クモンガこれで僕2体目ですね。HG のファイナルウォーズのしか持ってなかったの。ほんとでかいクモだわ。初代ゴジラと比較してもこんな感じ。でかすぎ？いやでもクモンガって体長が45メートルらしいの。ゴジラよりも5メートルちっちゃいんだって。でも体長っておそらくここなんですよ。だから比率的にはこれでいいと思うんだよね。こんな大きかったっけな。あ、でもこんな感じやったかもしれへんわ、これ。ちょっと待って。こういうシーンがあったんだけど、これぐらいやったかもしんないな。いやでも、もうちょっとちっちゃいかな、劇中だと。体長40メートルぐらいじゃない。なので数値だとちょっと大きいかもしれないですね。あとはこう足とかがバンって伸びきってるから大きく感じるっていうのもあるかもね。で、顔面を見ると、なんかあれだよね。ナウシカのオウム感あるよね。よく見ると結構グロミのあるクリーチャー感あるルックスしてんだね。めっちゃかっこいいやん。で、これ目だよね。ファイナルウォーズの答えよりもめっちゃ多いっていう、なんかこうニョキ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 って出ててさ。でちなみにこれ送信劇のクモンガだと赤なんだよね。でこの辺りの触手もすっごいリアルだし、あ、ここですよ、この真ん中のところ。ここからね、毒針をバンって刺すの。それでカマキラスをやっちゃいますっていうね。でゴジラとの戦いでも一回死んだふりをして隙をついてゴジラの右目にグサッと刺したんだよね。でしかも一時的に失明したからね。皆さんが想像している以上に厄介だと思う。カマキラスの100倍厄介。いやでもなんかこのボディのゴツゴツとした感じとかも、なんかすごいかっこいいと思うな。で、ここに溝があって彩色されてて、こういう突起とかもあってめっちゃ細かいんだよね。で、この足がやっぱり、大きくて妥協してないね。あのね、初代キングギドラの羽が劇中よりも若干比率がちっちゃかったんですよ。まあ、フィギュアの都合かな。でもクモンガ全然そんなことないね。しっかりでかい。で、形もただただまっすぐじゃなくてさ、真ん中がこうへっこんでる。こういう形もすごくいい。で、ここのトゲとかもさ、もうシンプルに痛い、これ。武器になるで、これ、ほんまに。子供取り扱い注意ですね。いや、この足めちゃくちゃいい。こだわって作られてんな。すごい、マジで僕感動してます。うわ、いいね。なんか最初気持ち悪く見えたけど、めっちゃかっこよく見える。やっぱキモいね。あ、ちなみにね、やっぱ足はね、全部こう、接着剤でつけました。出ないとやっぱ取れますね、ポロポロ。はい、ということで初の初代クモンガだったんだけど、かっこよかった。てかね、クモンガがかっこいいって思うってことは、多分僕クモが好きなんかもしれへん。で、ヒデのピンクスパイダーって曲も好きなんだけど、そこからも僕の好きは始まってたのかもしれないね。でもクモンガってさっきも言った通り結構強いし、映画のメインを張る敵とまではいかないけど、なんか中ボス感があるんですよ。なんかその辺のポジションもね、
今見ると割と渋くて好き。で、僕ね、怪獣送信劇の海外フィギュアセットをこうやって持ってるんだけど、ここにスンとクモンガを加えてやれば、これさ揃った。あ、揃ってないわ。ちょっと待って、マンダ、まあこれ初代なんだけど、こうやってやればね、クモンガとマンダは初代だけど、あ、ちょっと待って、飛んでるだけのやついないわ。ちょっとバランは HG でこう代用するとして。揃った！怪獣送信劇だ！これすごい！富士のふもとに一番最初に到着したのはミニラ。まあ、クモンが劇中よりもちょっとちっちゃくなると思うんだけど、全然違和感ないね。これでも全然いける。っていうか、この数でキングギドラボコボコにしたんでしょ？マジでかわいそうすぎるんだけど。まあ、数体ほぼ何もしてないけど。でもその中でもクモンガはちょっと活躍したからね。モスラと一緒に最後ね、シューって糸を吐いてたし。てか、かつてはこう殺し合った仲なのに共闘するっていうのが面白いよね。まあ、別個体やと思うんだけど。そしてマンダともツーショット並べときましょう。てか、改めてこの2体が実装されるとはね、東方怪獣コレクションやってくれてますね。ではでは、全こちらを完成させるべく、27号を開封していきましょう。大阪に襲来した第2のゴジラ。ゴジラ1955。そして安子さんを作る始まります。では中、これわかるよ、予想つくよ。ほら来た、ゴジラも怖いけどアンギラスの顔がこれもやばいって、これ、決まってますね、決まってます。え、あー、なるほど、人間ドラマ部分が描かれてますね。そう、このゴジラを逆襲っていう映画って何回か言ってるんだけど、ゴジラマイナス1にちょっと似てるんだよね、構図とかが。人間が立ち向かう映画だし、最後のこう、なだれ作戦とかも非常に通ずる部分もあるし、まあ、そこにアンギラスが登場するっていうね、二部構成みたいになってて、見応えがあるんですよ。で、中身はこんな感じなんだけど、これ、なんかすごいぞ。いやー、ついに来ました、これ。で、ゴジラは尻尾だけ。で、さっきのと組み合わせて、お、しっかりハマった。よいしょ。よいしょ。ゴジラ、1955。はい、こちらは1955年の映画、ゴジラの逆襲に登場したゴジラで、初の二代目ゴジラです。なので先ほどのキンゴジとは同一個体になります。が、見た目は全然違います。はい、こちら高さは 7.5 センチほど。幅はこうでいいのかな？ 9 センチほど。そして奥行きは 7.5 センチほどになります。はい、というわけでこれで、初代、逆ゴジ、キンゴジと作品順に3つ揃いました。で、こうやって見ると初代がやっぱちょっとちっちゃいね。50メートルの700分の1って 7.14 センチなんですよ。なのでまあ、微差かなと思います。でもそれぞれ形が違って面白いでしょ？まあでもこれ初ゴジとは別個体なんだけど、キンゴジとは同一個体だからね。僕はね、効率化にされて冬眠したことによって脂肪が蓄えられたと脳内変化してます。そしてやっぱり比較したいアンギラス、これでゴジラの逆襲完成と。でもこうやって見るとやっぱアンギラスの方がでかいんですよ。60メートルだからね。でもね、劇中でも実際に大きいからまさにこんな感じかもしんないね。いや、てかあれだね、これ今回のゴジラアンギラス同様白黒やね。でこのゴジラの特徴はなんといってもこのシャープなフェイスなんだけど、これ何度も言ってるんですけど、ちょっとこうね、人間っぽいんだよね。巨人感がある。いろんなゴジラを見てる方でも、このゴジラだけは苦手っていうね、コメントもあったぐらい、歴代のゴジラの中でも最も不気味なフェイスって言われてんだけど、その辺がよく再現されてます。この腫れぼったい眉とかさ、なんか妖怪感あるでしょ？初代アンギラスもめっちゃ怖いしさ、本当になんか昔の怪談化け物映画に出てきそうな、おどろおどろしさがあるんだよね。本当に不気味。で、ちょっと釣り上がった鼻と可愛く出た剣歯が特徴。で、ちょっと首が長くてヌッとしてる感じ。あ、いいね。ちょっと下に垂れ下がってるんだよね。うわ、不気味な感じめっちゃ出てる。ちょっと体ひねってんのもいいやん。で、体をひねることによってこの首元にシワが入ってるんですよ。わかります？グニャーンっていう。こういうところの再現度がすごい。この腕とかもこんなにちっちゃいのにこうひねりによるたるみやへこみも再現してると。この辺の体表もやっぱりめちゃくちゃリアル。そしてこの膝元のグニャーンとしたたるみがすごいよく再現されています。ここすごいね。こっちの方がすごいわ。見て、これめっちゃへっこんでる。ほら、こういうところ、うわー、すっげえ指入るわ。さっきも比較したけど、この体格の違いだからね。でね、体格の違いだったらまだしも、なぜか指が一本なくなってると。まあこれもやっぱ冬眠によって退化というか進化というかいらなくなったんじゃないかっていう。とてもやっぱり主人公体型じゃないもんね。サンダとかガイラに通ずる怖さを感じますね。さっきのキンゴジ同様、細かいけど表面とかが
すごく丁寧に作り込まれています。で、体をひねってるから、こういうところにもちょっとシワができてると。こういうところとかね。こういうとこがいいですね。素晴らしい。そして尻尾のこのうねり方がやっぱ僕は好きですね。非常に動きがあって、ひねりも効いてて、躍動感を感じます。なんか、キンゴジとのこの造形のバランスがすごくいいよね。尻尾も含めて。てか、やっぱり、戦うフォルムしてるね。初代ゴジラとはちょっと違うね。初代ゴジラ対人間のフォルム。下を見てるし、人間見てるんですよ。ね、こういうところの違いも分かっておもろいね。はい、ということで逆ゴジさん、すごく良かった。やっぱこう、アンギラスと並べられるのがいい。しかもなんか、ポージングとかがしっかりこうね、だってハマるの。目線も合うような感じで。これがいい。ゴジラがちょっと下向いてて、アンギラスが見上げてると。いやーこれすごいいいね。やっぱりこの2体は2体揃って1体ですね。いやー素晴らしい。ね、これも何度も言ってんだけど、この2体の対決はね、本当に倒し合いじゃなくて殺し合いなので、生死をかけた殺し合いなのでね、そこにねぜひ注目してみてほしい。こう噛みつくゴジラが見れるから、後にも先にもこんなに生々しい戦いはなかったんじゃないかなってそう思います。はい、ちなみにこれでゴジラが7体目ですね。50、80、100、118.5 と。こうやって見るとまだミレニアムシリーズのゴジラ出てないね。まあ、でもミレニアムシリーズちっちゃいからね。全然いっぱい来そうだね。平成はもうこれで終わりかな。ギドゴジ来てほしいけど。兄ゴジはないか。で、実はこれで昭和怪獣が10体目なんですよ。半分以上昭和怪獣なんだよね。やっぱあれかな、ちっちゃいってのがあんのか。基本的に50メートルとか60メートルサイズやもんね。だから今後も昭和怪獣がやっぱ多くなりそうやね。でもこうやって見るとやっぱクモンガの存在感すごいんだよな。いや最後ね、ちょっとこの子軽く見ますか。やばいよこれ。いやー、でこれ合体あするわ。よいしょ。うわああ、来ちゃった。逆ゴチさんと比較するとこう。頭部だけでも40メートルぐらいあるぞこれ。もうほんまに食えるもんな。で、漢字のビオゴチと比較するとこう。いや、いい比率だよこれ、すごいよ。超ゴジラ。それはゴジラ細胞から生まれた顔だけ。どんな本体になるんやこれ。てか何号分になるんやこれ、めっちゃ楽しみなんやけど。てかこれなんかヘッドマグネット的な感覚でこれだけねゲットしても面白いかもしれないね。ね、全部集めるのきついっていう人は。いやでもこれいいね、色がね想像以上にしっかり入ってて、これかなり期待できるよ。これかなり期待できるね。牙の数もすごいし、若干なんかツヤがある感じもいいね。これ中央のあの牙の感じもいいね。いやこれめちゃくちゃ楽しみやぞ。うわ、この顎のこのツタの造形とかすごい。はい、というわけで今回の動画で追加された怪獣たちはこちらになります。いやなんかマンダーがビオランテの触手に見えてきたな。一番良かったのは、まクモンガ、クモンガもめっちゃ、クモンガとキンゴジかな。いやそうだね、キンゴジかな。なんかキンゴジすごい良かったな。でもやっぱりなんかクモンガが一番気に入ったかもしれないね。うん、はい。というわけで、今まで全ての怪獣を集めると、こんな感じ。18体と、ビオランテ食獣形態の顔。っていう感じかな。このラドンとかいたなーっていう感じで、だいぶ前に感じます。はい。やっぱ、こう、シンゴジラの存在感、すごいね、存在感。噛んでません。やっぱ、でかいと、すげーってなるよね。もう、マンダとモスラの長さもすごいです。で、ちなみにこのテーブルが奥行き60の横120なので、まだまだ入るね。てか100号全部乗るんじゃない？そう考えると、結構余裕があるかも。え、ちなみにビオランテ食獣形態は15分あります。でも今年中に完成するわ。で、あとはミニラとジェットジャガー。あとキングギドラ、あ、え、超ドラゴン怪獣キングギドラ来んの？ VS。いや、めっちゃいいやん。だったら、ギドゴジ来てほしいな。知らなかった。マジめっちゃ楽しみ。140メートルのキングギドラが見れる。そして、ゴジラマイナス1と。はい。まあ、そんな感じですかね。まあ、これね、50メートルのゴジラが二分割になってるとかね。ちょっとこれね、まあまあ、不満がある人はいるかもしれないんだけど、僕的にはね、ボディに分割線がなかったのが良かった。うん。もうここに分割線があったらもう、うわ、もう最悪ってなってたと思うんだけど、50メートルはもちろん、80メートル、100メートルゴジラ、シンゴジラにもボディには分割線なかったしね。その辺はしっかり考えられて作られてるなと思いました。やっぱり一番のポイントは値段もそうなんだけど、物の良さですから。うん。そこですね。皆さんがラインナップされてほしい怪獣は何ですか？僕はね、やっぱり、半径の垣根を越えて、キングコング。
あ、あとそうだ。前回のワンフェスの動画でもお伝えしたんだけど、ジオラマが出るかもしれないんだよね。国会議事堂とか、銀座の時計塔とか、しっかりスケールに合わせた。だから国会議事堂は初代ゴジラよりも大きくなるんだよね。それが、それがすごい楽しみ。ね、別で出してほしいですね。というわけで、もう撮影してる間にね、夏休み終わってしまったってやつがあったんですけど、最近動画投稿あんまできてなくて、ほんと申し訳ないなと思うんですが、あとはこう、いろんな動画をね、同時進行で編集したりとかしてますので、フィギュアレビューはもちろん、アメリカ遠征動画とか、あとは部屋どうなったんだとかね、いろいろあると思いますが、お楽しみ。というわけで、今回も最後までご視聴いただき、ありがとうございました。それではまた。バイ。いやー、尻尾が生えてよかった。そして夏も終わったな。いや、ほんと涼しくなりすぎて、炎なくなっちまったわ。いや、なんかなくなりすぎじゃない？大丈夫。冬越せばまた元に戻るから。どういう原理？